美しい。時折、美しいのか何なのか、よくわからない画像を提示することもある、Windows くんですが。これは美しいね。しかしまあ。これはどういう橋なのでしょう。少なくとも日本国内では、ありふれていない形です。形式としては、客欄側っぽくもありますが、橋脚がやたら細いし、細くて長いし。何なのでしょうか。画像検索したら一発で出てきました。便利な時代。こちら、キューバで2番目に大きい州、マタンサス州に存在する橋梁で。その名をバクナヤグア橋。ウィキペディア曰く、キューバで最も高い橋だそうです。ウィキペディアの翻訳文から、橋の構造について考えてみましょう。オーストラリアのヨーゼフ・メランシが考案した、メランシステムによって作られた、セミアーチの橋梁だそうです。メランもセミアーチもわからん。セミアーチはわかりませんが、メランシステムについては、調べたら出てきまして。日本では、メラン工法と呼ばれ、しかもちゃんと使われている架橋技術みたいです。鋼製部材でスパンを先行して併合し、その後、コンクリートで巻き立ててアーチを作る。つまり、左右から同時にアーチを作るとき、両者が合わさる起点を、鋼の部材でさっさと組み上げ、早々にアーチを成立させ、後の工程を、こう、ぬるっと進めるための、技術ってことでしょうか。わかんないね。さらに漁ったら、実際の施工中の写真が収められた論文が出てきました。左右から肩持ち式斜張橋の構造で、基部を吊り上げ、中央部を、鋼材のトラス構造で併合。と。先ほどの図の通りの景色です。嬉しいですね。まあ、それはそうと。この構造が、なんで成立しているのかよくわからん問題です。やっていきましょう。見た目だけ雑に真似てみました。ほげー。ちょっと実物に寄せました。ぎょえー、しかるに。アーチを構成している、角張った部材の幅の広がり方に、構造計算があるような気がします。先端に向けて先細った、独特な幅の取り方をしているのがわかりますね。そのあたりを考慮して、トラスで再現をしてみますと。突然成立しました。なんもわからん。いっちゃん重いトラックをぶつけても、まあ渡れてしまいます。構造力学、全くわからん。わかりませんでしたが。まだまだ世界には、すごい橋がたくさんあるんだな。広いぜ。バーチャルeGamerの薄井が、ゲーミング、お届けしました。橋用なら。